はい、今朝のね朝食が終わって、全体的にね放射状の掃除を終わらせて、はい、水を入れ替えてます。ここのね水はですね、子供の国の中心にある大きな池の方から水をですね、引っ張ってきて、あそこのタンクに貯水してね、まあ、若干老化とかしてですね、給水してます。これ毎日ね水を入れ替えしないとですね、まあ、2頭のカバのねあの糞で詰まってしまうんで、毎日水入れ替えされてます。で、台風の影響で本来ならば今年のね12月あたりで、新しいねあの施設ができる予定だったんですけれどもね、あ、川の施設じゃなくてね子供園のようなところ、それが台風の影響で伸びてしまってね、あのまだ工事が続いております。で工事後ね、あの重機やらああいうのがね、あの音を立ててるとね、まあ、この川2頭はですね、普段本当はねこう立った立ったね、よく歩いてたんですけどね、まあ、警戒して今歩かない状況です。なのでね、もう今ほとんども池の中でね、あの身をね、沈めて休んでるという、光景がね、見られます。本来はね、結構立った立ったね、動き回ってね、運動してるんですけどね、まあ、しょうがないです。周りがね、いろんな人が出入りしたりね、あの重機あるいはトラックがね出入りしてますんでね。おはようさん、おはようさん、おはようさん、おはようさん。今朝はね大型バスがね5、6台止まってね、子供たちがいっぱい来てますよ。はい、賑やかです、ね。まあ、特にね沖縄市が中心になってね、子供たちのねやっぱ未来を考えてね、まあ、いろいろ活動とかね、あの事業を始めてますんでね、当然ながらここのね子供の国もものすごく力を入れてね、子供たちが喜ぶ、まあ、出入りするね、まあ、学習ができてできたりね、まあ、いろんなその感情豊かにね、あ、いろんなそのなんていうかな、いいところを引っ張り出すようなね、考えさせるようないろんな、なんかこうね、プロジェクトを組んで日々精進してますよ。はい、まあね、従来のそのただね動物出してね、ただ展示するっていうようなね、そういう形を取ってないです、ここはね。まあ要するにね、そういうねことをね始めるとね、当然ながらお客さんもそうなんですけどね、子供もそう、動物にもね、プラスになってね、いいことですよね。